どうも、料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、季節外れなものを使うんですけども、白菜と、こちらのビールで、無水白菜ビールカレーというですね、ビールの苦味が、ほろ苦さがですね、際立つですね、とっても美味しいカレーを作りたいと思います。はい、それでは材料説明の方行ってみます。まず、白菜ですね。こちらが 250g、8分の1玉ぐらいか、1玉ぐらいかな。はい、こちらビールですね。ビールが大さじ5杯使います。あとバター 10g、 カレール、僕はジャワカレーが好きなんで、今回ジャワカレーを使います。はい、2かけですね。であと、豚肉、僕はいつもこま肉を使うので、こちらを 180g 使います。はい、それではまず、白菜を切っていきます。白菜はですね、これぐらい、だいたい 2cm 幅ぐらいですかね、に切っていきます。じゃ、太いところは 1cm 幅ぐらいでいいかもしれないですね。こんな感じ。あんまり太いとちょっとね、食べにくくなっちゃうので、こんな感じですね。はい、これぐらい細かく、切っちゃいます。それでは、切った白菜をですね、すべてこちらに移していきます。次、豚肉ですね。豚もなんか僕はこうやってちぎっちゃいます。はい、あんまり極力包丁使いたくないので、さっき使ったけどちぎりますね。はい、まあ、でもこま肉だったらそんなにちぎんなくても結構細かいので、はい、こんな感じですね。バターが 10g 入りました。あとですね、おろしニンニクですね。1かけ分入れちゃいます。ない方はチューブでもいいんですけども、こうやっておろしてあげた方が美味しいです。香りが違うんですよね。で、最後にですね、ビールですね。これが大体 75cc だ、まあ、適当です。はい、それではですね、この状態で、弱火で、だいたいですね、20分から25分ぐらいほっときます。はい、それでは20分経ちましたので、開けてみます。いい感じですね。で、ちょっとですね、ちょっと今ね、夏場なので、白菜の、水分がですね、ちょっと冬場よりないので、ビールはですね、大さじ5って言ってたんですけども、大さじ7ぐらい入れました。砂糖ですね、はい、小さじ1弱、はい、あとウスターソースですね、これも小さじ1入れます。これね、香りと甘みを加えていきます。あ、いい感じですね。で、これね、煮込まないカレーなので、ルーが完全に溶けたらもう OK で、濃度的にはね、今混ぜてるぐらいの濃度があれば大丈夫です。まあ、もしちょっと煮詰まっちゃったな、濃くなっちゃったなっていう場合は、ちょっと無水じゃなくなるんですけども、水足してもいいです。今回はね、ルー2つなので2人分ですね。結構でもボリュームあります。たっぷり盛り付けていきますね。お肉はね、結構多めです。僕は結構肉食なので、冬場の白菜の場合は、ビールは少し少なめでも大丈夫です。今回ね、 100cc ぐらい入れましたけども。で、最後にちょっと寂しいんでパセリ振ります。こうするとね、色合いがちょうどよくなるんですね。ということで、こちらで無水白菜バターカレーの完成です。はい、それではですね、完成しました。すごいいい香りがしてます。こちらはですね、ちょっとまあビールカレーなので、新一番搾りとですね、食べていきたいと思います。いただきます。うまっ、マジでうまいですこれ。本当にね、これ原型があって、本当は日本酒で作ってたんですけども、ちょっとビールバージョンを作ってみたらですね、ものすごくあったので、まあ、日本酒バージョンもね、すごく和な感じがして美味しいんですけども、これね、今夏はね、完全にこれビールですね。はい、ビールカレー、おすすめです。このホップの香りとですね、苦味が、すごく、ほろ苦い感じがですね、なんか大人のカレーになってますね。とっても美味しいです。かなりコクが、あと水を使ってないので、本当に旨味が凝縮して、ものすごい美味しいカレーになってます。はい、ということで皆さん、こちらめちゃめちゃ美味しいので、で、白菜はですね、今の時期も売ってて結構安いので、ぜひぜひ、作っていただければなと思います。それではですね、今回の料理美味しそうだなと思った方、作ってみたいなって思った方はですね、チャンネル登録および、高評価よろしくお願いいたします。